開通区間ですが、あえて一つ先の暫定終点となっている徳島津田インターで折り返します。
本目は、令和4年3月12日に開通した播磨自動車道、播磨新宮インターから宍粟ジャンクション間です。これにより播磨道は山陽道から中国道までの区間が全線開通しました。